皆さんこんにちは、たかまるです。今回はこちら八目始まりの円の編み方の動画になります。今回は初心者さん向けに動画の方を作ってみました。途中飛ばさずにすべて紹介しています。少し長くなりますので、1段目から6段目までと7段目から10段目までと2つの動画に分けて配信しています。ゆっくり紹介していますので、よかったら編んでみてください。それでは材料の紹介をします。糸はダイソーさんの編むころです。カラーはヘブンリーブルーを使用しました。材質ポリエステル 100%、 重量約 40g、 約 18m、 かぎ針の目安は8から10ミリになっています。こちらを3玉使用しました。かぎ針は8ミリ針を使用しました。あとは、ハサミ、とじ針、マーカーなどを使用しました。材料は以上になります。それではこちらを編んでいくんですけれども、はじめに輪の作り目を作って、その中に細編みを8目編みます。そこから編み始めで編んでいこうと思います。で、円を編むときは、細編みと細編みを2目編む増し目というのを編みます。細編み1目編むのと増し目というのを、どの段も編んでいきます。で、1段ごとに8目ずつ、目数の方は増えていきます。8目8目と増えていって、このように平らな円になります。それでは、はじめに糸と針を用意します。糸の方は、今回はダイソーさんの編むころを使用します。こちらの紙のラベルの方に、かぎ針の目安が書いてあります。こちらを目安に、かぎ針の方は選んでもらったらと思います。こちらの目安が8から10ミリです。で、8から10ミリのもの、こちらダイソーさんで購入してきました。こちらに書いてあります。8ミリ、こちらが8ミリ針です。こちらは10ミリと書いてあります。こちらが10ミリ針です。数字の大きい方が太い針です。で、こちらどちらを使うかというのは、慣れてきたら編んでいるうちに扱いやすい方というのを選んでもらったらいいんですけれども、初めて編まれるときは、もうどちらでも大丈夫です。どちらか一つ買ってもらってもいいですし、両方買ってみてもいいと思います。で、どちらでもいいので買ってもらって、そちらで練習してもらったらいいと思います。では、今回私は8ミリの方を使用しようと思います。で、こちら、何ミリかわからなくなった時は、針の方に必ず書いてありますので、見えにくいですが、こちら8ミリとなっています。で、こちらを見てもらったら、8ミリ針だなとわかりますので、確認してみてください。で、糸の方はこちら編むころの糸、内側から使います。内側に糸端がありますので、こちら糸端がありますので、この毛糸の内側から使っていきます。外側というのはこちらの外側にも糸端ありますので、こちらではなく内側から使っていてください。こちらの紙のラベルは付けられてても外してもどちらでもいいと思います。付けてる時と外してる時と両方ありますので、どちらでもいいと思います。では、はじめに、輪の作り目というのを作って、その中に細編みを8目編みたいと思います。では、輪の作り目なんですけれども、糸端があります。こちらは毛糸につながっている方です。糸端を手前に持ってきて、左手の人差し指に2回巻きつけます。糸端を手前に持ってできて、こちらがつながっている方、糸端が手前です。で、つながっている方を持って手前に向かって動かしていきます。つながっている方を手前に向かって
下から上に1回、下から上に2回巻きつけました。この時ギュッとするのではなく、ゆったりめに巻きつけてください。糸端が手前で、つながっている方を下から上に1回ゆったりと、下から上に手前に向かって2回巻きつけました。巻きつけましたら指から外します。そっと外してみてください。で、糸端がこちらにあると思います。このあたりをこう左手でつまんでみてください。糸端があるこのあたりをつまむ。こうしたら外れなくていいですので、こんな感じで持ってみてください。ではここから針を輪の中に入れて編み始めます。この輪の中に針を入れて、ちょっと糸を引っ張っておいて持ってきます。これまだ一目目ではないです。で、小指と薬指の間に挟んで、人差し指キュッと持ってみてください。小指と薬指の間、人差し指で持ってくる。で、ここにこう針を持っていきますので、こう針を持っていって、糸をかけて持ってくる。こちら今鎖を、立ち上がりの目なんですけれども、鎖を一目編みました。で、ここからもう一度輪の中に針を入れて、今から細編みを編んでいきます。輪の中に針を入れて、糸をかけて持ってきます。今2本かかっています。こちらを一度に引き抜く。これで細編みが一目編めました。編みましたらマーカーをつけておきます。一目目の印です。糸があるこの鎖です。こちらが一目目です。横から見るとこの足のある上なんですけれども、これが、ここが一目目、この目が一目目の細編みの頭です。こう鎖状になっていますので、そちらにマーカーをつけておきます。今細編みが一目編めました。で、輪の中に針を入れます。このちょっと二重になっています、この中央の輪の中に針を入れます。輪の中に針を入れて、で、小指と薬指の間、人差し指にかける。こちらに糸をかけて持ってくる。2本かかっています。2本を一度に引き抜く。これで2目です。次、輪の中に針を入れて、糸をかけて持ってきます。この糸端がこうならないように一緒に持ってきてみてください。この糸端を一緒に編んでいきます。もう一度しましょうか。今2目で3目目ですね。1、2で次3目目、輪の中に針を入れて、糸端がこれです。こちらも一緒に糸を持ってきて、2本を一度に引き抜く。輪の中に針を入れて、糸をかけて持ってくる。糸端も一緒に4目、1、2、3、4、あと4目ですね。
この糸端のことを言っています。糸端をこう順番にこうならないように一緒に持ってきてみてください。輪の中に針を入れて糸をかけて持ってくる。2本を引き抜く。5目。輪の中に針を入れて糸をかけて持ってくる。2本を引き抜く。6目。輪の中に針を入れて糸をかけて持ってくる。2本を引き抜く。7目。輪の中に針を入れて糸をかけて持ってくる。この小指と薬指の間、あまり力入れない方がいいです。滑らせてるだけなので、こう滑らせていますので、ギュッと持ってしまうと編みにくいと思います。で、引き抜く。これで8目編めました。ちょっと編む頃の糸の見にくいんですけれども、頭がこちらが1目目、鎖状になっているこちら1目、鎖のこちら2目、3目、4目、5目、6目、7目で、糸が出ているこちら8目目です。で、8目編みましたら、こちらの輪を引き締めます。で、引き締めるときに基本的な引き締め方は、ちょっと糸休ませておいて、糸端を引っ張って、こちらの輪の2本、輪に2本あると思います。こちらの中央の2本あるのを先に動く方を見つけます。こう編んでいるこの2本です。こちらの糸、先に動く方がありますので、そちらを見つけます。糸端を引っ張って、そーっと引っ張ってください。そーっと引っ張って、先に動く方が、こちらが先に動きましたので、こちらを先に引っ張って引き締めます。引き締めましたら、糸端をもう一度引っ張ります。そーっと引っ張ってください。そーっと引っ張りましたら、シュッと綺麗に引き締まりますので、これで輪を引き締めることができました。で、針を戻します。で、糸を引っ張って、今手前側が動いています。糸を引っ張って、手前側が動いているので、針を入れる向き合っています。逆になっていたら向こう側が動きます。こちら側ですね、向こう側が動いていたら針を入れる向き間違っていますので、入れ直して、手前側、こちらが動いていたら合っています。で、最後の目もマーカーつけておきます。今糸があるこの目が最後の目です。こちらの鎖が最後の目なので、この鎖のところが最後の目です。こちらにマーカーをつけておきます。最初と最後の目、マーカーをつけながら編んでいこうと思います。では、この糸端の方はまた編み終わってから処理の方していきますので、このまま置いておいたらいいと思います。で、最初の目、編み始めの一目目のマーカーをつけているこの目、こう鎖状に頭を開ってください。横から見たらこちらに針を入れて引き抜きます。あ、
これは糸端の方ですね。糸端ではなくつながっている方を引き抜きます。これで1段目細編み8目というのが編めました。それでは1段目が編み終わりました。1段目が編み終わりましたら8目になっています。細編みを8目編みましたので、今目数の方は8目です。こちら8目です。で次2段目を編みます。2段目は細編みの増し目というのを8回編みます。こちら細編みの増し目というのは、1目の中に細編みを2目編むことです。1目の中に1目ずつ編むのではなく、細編みの頭に細編みを2目ずつ編んでいきます。でこちらを8回編みましたら16目になっています。では2段目編んでいきます。では初めに鎖を1つ編みます。鎖1つは必ず編んでください。で初めの目1目目はマーカーをつけているこの目が1目目です。この最初に引き抜いた目が1目目になりますので、こちらから編んでいきます。1目目こちらです。針を入れて糸をかけて持ってくる。まず細編みが1目で、1目目のマーカーつけておきます。このあたりではなく、この鎖のところ、こちらが1目目です。こちらです。まず1目編みました。この同じ目にもう1目細編みを編みます。同じ目に針を入れて糸をかけて持ってきます。で2本を引き抜く。これで1目の中に細編みが2目編めました。次こちらお隣の目、お隣の目に針を入れて、こちらに針を入れて糸をかけて持ってきます。で2本を引き抜く。細編みが1目編めました。糸が出ているこの目です。糸が出ているこの目にもう一度針を入れます。糸をかけて持ってくる。で2本を一度に引き抜きます。2目目にも細編みが2目編めました。次3目目、針を入れて細編みの頭こちらです。この2本を拾ってください。鎖状になっているこちらが細編みの頭です。こちらに針を入れて糸をかけて持ってくる。2本かかっています。2本を引き抜く。まず1目、この目です。お隣に行かずに同じ目にもう1目編みます。糸が出ているこちらに針を入れて糸をかけて持ってくる。2本引き抜く。お隣の目はこちらです。この目、糸が出ているこの目は編みました。で次の目がこちらです。この目が次の目です。こう2本拾ってください。糸をかけて持ってくる。2本を引き抜く。まず1目、同じ目、今糸が出ているこの目が同じ目です。もう一度針を入れます。同じ目、この糸が出ているここに針を入れて糸をかけて持ってきます。2本引き抜く。次2目編みましたので、お隣の目がこちら、
お隣の鎖状の2本です。こう開いていってください。まず1目、糸が出ているこの下のところに針を入れてもらったらスッと入ると思いますので、こちらに針を入れて2目編みました。次お隣の目、糸が出ているこのお隣の鎖、まず1目細編み、糸が出ているこの下です、こちらに針を入れて細編み、これで2目編めました。1、2で、次の目、糸をかけて持ってくる、2本を引き抜く、糸が出ているこの下です、この目にもう一度針を入れます。糸が出ているここに針を入れて細編み、これで2回2目細編みを編みました。で、この1目目から数えて1、2、鎖を数えています。1、2、3、4、5、6、7、8、ここが8ですね。9、10、11、12、13、14、これで14目編んでいます。最後の目、マーカーをつけたこの目が最後の目です。この目編みました。お隣の目、この目が最後の目で、もう一目編みます。糸が出ているこの下です、糸が出ているこちら、こちらに針を入れて2目目の細編み、これでまた最後の目も細編みを2目編みました。編みましたらマーカーつけておきます。この目が最後の目です。横から見るとこの目が最後の目です。こちらではないです。この目です。この目が最後の目。最後まで編みましたら、最初の目に引き抜きます。最初の目、こう鎖になっているこちらを針を入れて、このまま引き抜きます。このまま引き抜く。これで2段目が編み終わりました。それでは2段目が編み終わりました。今目数は16目になっています。次は3段目です。3段目は細編みを1目編んで、次の目は増し目、先ほど編んだ1目の中に細編み2目編むというのを編みます。細編み編んで、増し目編んで、細編み編んで、増し目編んでと、こちらを8回繰り返していきます。では3段目の1目目は細編みが1目です。まず鎖を1つ編みます。鎖1つで立ち上がって1目目に針を入れて細編みを編みます。マーカーをつけている目、最初にこちらから編み始めます。1目目、まず細編み編みましたら、1目目のマーカーつけておきます。こちら、糸が出ているこの鎖のところです。
この目が一目目です。こちらです。まず一目目は細編みが一目、二目目は細編みを二目編みます。この目が二目目、糸が出ているところは編みました。そのお隣のこの目に細編みを二目編みます。まず一目、もう一度同じ目に針を入れます。ここです。こちらに針を入れて糸をかけて持ってきます。で、2本を引き抜く。これで2目目細編みが2目編めました。次3目目は細編みです。細編み1目です。糸が出ているところは編みました。そのお隣のこの頭の目です。次は細編み、この目のお隣、こちらの目、この目は細編みが二目です。まず一目、もう一度同じ目に針を入れます。細編みが2目、次お隣の目、今ここに糸が出ています。そのお隣の目です。この目に針を入れて細編み、この目は細編みが1目です。次の目は細編み2目です。この目です。この目にまず1目、もう一度同じ目に針を入れて細編み2目、次の目は細編み1目、この目こんな感じで針が入っています。この目に細編み1目、次はこちらの目、糸が出ているお隣の鎖、こちらです。次は2目ですね。細編みが12目1目で、次は細編みが2、次の目こちらです。糸が出ているお隣の目、こちらに糸をかけて引き抜く細編みです。次お隣の目、この目に細編み2目、まず1目で、もう1目同じ目に針を入れます。こちらに針を入れて、もう1目細編みを編みます。次がこの目です。お隣がこの目、細編み1目、2目1目、次2目、1目2目、1目2目、合ってますね。まず細編みが1目で、同じ目です。この同じ目にもう1目、一度に引き抜く。この目が今編んでいます。そのお隣の目がこちらです。この目に針を入れて
おまみひと目。この目編みました。お隣の目、こちらが細編み2目です。糸が出ている、ここに針を入れて、もう一目細編みを編みます。次の目がこの目、こちら細編み1目で、最後の目です。最後の目、まず細編みが1目で、もう1目同じ目に、このちょっと隙間ができています、こちらに針を入れて、もう1目細編みで、最後の目もう一度マーカーつけておきます。この目が最後の目です。編みましたら最初の目に引き抜きます。最初の目こちらです。このあたりと間違えないように、この目にマーカーつけた目に針を入れてください。このまま引き抜きます。これで3段目が編めました。で、3段編めましたら、今目数が24目になっていると思います。こちらの頭数えてもらって、24になっているか確認してみてください。それでは次4段目になります。4段目は増し目を1つして、その後細編み、普通に細編みを2目編むというのを8回繰り返します。24目ありますので、この3目を8回繰り返します。では4段目、まず増し目を1目編みます。鎖を1つ編んでから、1目目に針を入れます。1目目、まず細編みを1目、こちら1目目にマーカーをつけておきます。この鎖のところです。もう1目同じ目に細編みを編みます。まず細編みを2目編んで、お隣の目、こちらに細編み1つ、お隣の目、この目がお隣の目です。次の目増し目です。この目、細編みが1、同じ目に細編みを2目編みました。次の目がこの目です。細編みが1、次の目、細編み2目で、次の目は増し目、同じ目に細編みです。次の目この目です。こちら糸が出ていて、次の目、細編み、お隣、細編み、次の目が増し目、
まず一目、同じ目、この目に、もう一目、次の目、ゴマに、糸が出ているお隣、ごまみが2で、次の目増し目、1、もう一目、ごまみを2目編みました。次の目がこちらです。この目、この目が次の目です。次がこちら、二目、次の目増し目、まず一目、同じ目に、もう一目、でお隣の目、ごまみ、お隣の目、ごまみ、二目編んだら次の目はごまみ二目です。一、同じところに針を入れて、ごまみ、次の目この目です。一、お隣、二、次の目、この目に、もう一目、細編み、この目は増し目です。でお隣、この目、細編み、最後も細編みを編みます。最後の目、マーカーをつけている目です。こちらに細編みを編みましたら、最後のマーカーをつけておきます。この目です。最初の目に引き抜きます。マーカーをつけている最初の目、このまま引き抜きます。引き抜きましたら4段目が編み終わりました。4段編み終わりましたら32目になっています。32目あるかどうか、この頭を数えていってください。このマーカーをつけたところからマーカーのところまでです。マーカーの目も一緒に数えて32目です。では次は5段目です。5段目は細編みを3目編んで、次の目は増し目をします。こちらを8回繰り返していきます。でははじめに鎖を1つ編みます。鎖1つで立ち上がって、マーカーをつけている1目目、最初に引き抜いた目から編んでいきます。こちらにまず細編みです。細編み編みましたら1目目のマーカーをつけておきます。では細編み1で隣の目、こちら細編み2、次の目がこの目です。
こまみさん。で、次の目がまし目。まず一目細編みを編んで同じ目です。同じ目にもう一目細編み。次お隣の目、細編み1、お隣細編み2、お隣細編み3、次の目増し目、糸が出ているこの目は編みました。次の目です。次の目に増し目、まず1目で、もう一目細編みです。増し目が編めました。次の目、細編み1、隣の目細編み2、お隣の目細編み3で、次の目が増し目です。お隣の目1、もう一目同じ目に針を入れて細編みの増し目が編めました。で、次お隣の目、細編み1、お隣細編み2、お隣細編み3で、次の目が増し目です。次の目、細編み1、同じ目にもう一目と編んでいきます。こちら足を見て細編みが1目入っているのか2目なのかをちょっと確認しているんですけれども、最初はちょっと見にくいかと思います。こちらは1目で、これは2目入っているんですけれども、1目1目、これも1目ですね。ここは12と2目入っています。この目が2目入っている目ですね。では続けていきます。お隣、細編みが1、お隣細編み2、お隣細編み3、次の目増し目、一目もう一目次の目細編み、お隣細編み、お隣細編み、
ここが2目で123で次の目が増し目1もう1目増し目でお隣細編み1細編み2細編み3次の目増し目1もう一目同じ目に細編み2目です。あと1,2,3と細編み編んで最後のマーカーつけた目が増し目で目数の方合っています。では細編みが1細編み2細編み3で最後の目は増し目この目が最後の目です。まず1目同じ目にもう1目最後の目にマーカーをつけておきます。最初の目に引き抜く5段目が編み終わりました。では次は6段目になります。6段目は初めに細編みを1目編みます。1目目が細編み2目目は増し目で次の目から細編み4増し目1この細編み4増し目1というのを7回編んで最後に細編み3目で終わりになります。では初めに鎖を1つ編みます。鎖1つで立ち上がって1目目に針を入れて細編みを編みます。この目が1目目です。編みましたら1目目のマーカーをつけておきます。この目です。細編みが1で次増し目です。お隣の目細編みが1もう1目細編みが2細編みの増し目が編めました。次細編みを4目編みます。お隣に細編み1お隣の目糸が出ているお隣の目細編みが2次の目細編み3次の目細編み4目細編み4目編んでその次の目が増し目です。この目は細編みを2目編みます。もう1目同じところに針を入れて細編み次お隣の目細編み、お隣の目、
こまみだに、だめで1、2ですね。次の目。こまみだ、3。もう一目。こまみ4目。で次の目が増し目です。まず一目、もう一目、で次はお隣細編み、細編みが1、この目が入っていて、お隣の目、この目です。細編み2、次細編み3、細編み4、次の目が増し目、糸が出ている目は編んでいます。そのお隣、細もう一目、一目の中に細編み2目です。ではお隣に細編み1、お隣に細編み2、お隣に細編みが3、お隣細編み4目です。で次の目が増し目、1、では2目編みました。次の目、細編みが1、次の目、細編み2、細編み3、お隣、細編みが4、で次の目が増し目、一目と、もう一目で増し目です。でお隣この目、細編み1、お隣細編み2、細編みが3、お隣細編み4、編みましたら次の目が増し目、この目がまず一目、細編みで、もう一目同じ目に針を入れます。同じところに針を入れて、同じところに針を入れて、もう一目細編み、お隣の目、細編み1、お隣の目、
まみ3お隣こまみ4で次増し目です。1目同じ目にもう1目と増し目しました。あと1,2,3細編みを編んで終わりです。この目と細編みが1、次の目細編みで最後の目がマーカーをしている目、この目です。この目に最後の目も編んでマーカーをつけておきます。こちら最初の目に引き抜きます。で、これで6段目が編み終わりました。6段目編み終わりましたら48目になっています。48目あるか数えてみてください。